昨夜強い勢力となった台風20号は暴風域を伴い沖縄本島の南を北上し、22日には九州の南に進みます。その後四国沖で温帯低気圧に変わる見込みですが、広い範囲で雨が降る恐れがあります。そして昨夜発生した台風21号は発達しながら北上し、24日には非常に強い勢力で小笠原近海に進むでしょう。